やった！と！やった！くらえ！さあ、行くぞ！今からオリエンテーションです。はい、まずグランドピアノとかステージになれるためのコンサートなので、はい、今日は初めての出演のおたかくんです。はい、で、おたかくんからね、手首から、手首からで、このままダウン上がっていきます。はい、じゃあ視聴者の方、次の曲は何々です、どうぞって言ったら、はい、上がっていきます。はい、どうぞ。仕込みなしですからね。で、座ります。で、先生が椅子の調節とかをします。まあ、こうしてみたいな感じですね。はい、先生がいなくなります。司会者の方が、一人に演奏します曲はグレーンの弓矢です、どうぞ。で、言われたら、はい、どうぞ、はい、どうぞ。素敵な演奏ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。その間に次の人が準備をします。次の曲は小ぎつねです、どうぞ。はい、来ました、はい、終わりました。はい、一礼をしましょう。はい、じゃあそこへ出してもらいましょう。とても素敵な演奏ありがとうございました。もうお次が終わったら次の人が立って先インタビューを受けている間にここから上がって、で、準備して、もう一度拍手をお願いします。で、譜面を言ってもらっての繰り返しです。 OK? 私も OK? OK OK OK
簡単にだけ本日ご注意事項だけ申し上げます。携帯電話、スマートフォン、動画の撮影撮っていただくことは全然 OK なんですけれども、演奏の妨げにならないように音が出ない設定にだけよろしくお願いいたします。今日はご家族単位で来られている方が多いと思いますが、なるべくスペース空いてましたら撮っていただきまして、コロナウイルス感染症対策の予防、感染症対策のご協力をお願いいたします。いろいろドキドキ緊張したり、私もお話を聞きに行くので言葉に詰まっちゃうことはあると思うんですけれども、そこは全然気にしないで日頃の練習の成果をもう存分楽しんで発揮してください。それでは開演までもうしばらくお待ちください。このピティが火災の姫ステーションなんですけれども、ピアノを教える人、ピアノを習う人、そしてこれからピアノに出会う人、一人でも多くの人がピアノを通して豊かな人間力を磨くことができるようにと今年の7月始動いたしました。今日がピティが火災の姫ステーション最初のイベントになります。この夏のひととき、日頃練習の成果をこのステージで発揮していただけたらと思います。どうぞ最後までお楽しみください。なお本日動画の撮影を行います都合上、演奏者のお名前をご紹介せず曲名のみご紹介させていただきます。それでは1人目の演奏者の方ご準備をお願いいたします。